それで1月は六白が中級になりますので、六白がこの世界を支配する、六白の木が支配するっていうことですね。で、六白の木って言ったら政治経済戦争とか宗教とか、あとそうですね、正義感とか公明正大とか、広い大きな世界の感じの木が1月は包み込むっていう感じなので、個人的な希望が叶うっていうよりも大きな夢が叶う、大きな社会貢献したいっていうようなものを持ってる人の夢が叶うっていうと変かな、やりやすいっていう感じの月ですね。まああと全般的に真面目で固い真剣なっていうそういうイメージなので、ちょっと肩の力が入っちゃうような人もいるかもしれないから、その辺はあんまり力を入れすぎないようにするっていう感じですね。で、三碧が破壊がかかってますので、そうですね、明るさが破れるみたいな、そんな気もちょっとあるから、希望の光がちょっと破れるみたいなことももしかして世界情勢としては起きるのかなっていう心配もちょっとあります。それで八白土星に天動がかかる1ヶ月になりますから、八白土星がポイント、エネルギーが高いということですかね。なので八白っていうとスピリチュアルとか精神性とか見えないものの力っていうのがありますから、まあ祈りとかもいいと思うし、またこういう気学とかエネルギーとか見えないものの活用っていうのは天動を取り込めるっていう風に考えられますから、スピリチュアル、見えないものの力、精神性みたいなものを重んじるといいかなと思いますね。全体的にまとめると六白中級でちょっと頑張るみたいなノリ、それから戦争みたいな意味もあるから希望の光も陰るし、そういうこともあるかもしれない、悲しいこととかショックなことがあるかもしれないけど、見えない力、精神性を重んじて乗り切っていきましょうねっていう、そんな1ヶ月ですかね。内容は全体運、ラッキーアイテム、開運ワーク、そして星の特徴という風にやっていきますね、はい、そして本命星と傾斜を参考にしてください。同回も参考になるんだけど、同回用のお話してないので、自分でアレンジして捉えれる人は参考になるかなと思いますね。1番の全体運、駅の川カタクケというのが出ます。女性同士の感情的争い、女性同士が行き違うっていうのが家宅系なんですが、女性も年齢差がある感じなので、母娘っていう風に今回は捉えてみようかなと思うんですね。お母さんの世代が多いですから、娘がいる九死の人は娘さんと行き違う可能性があるよってことですね。でも本当に行き違ってるわけじゃなくて、心の奥底っていうか真のところでは、通じ合うことができるというか、まあ、実際通じ合ってますよね、母娘っていうのは。表向きは行き違ってても、真のところでは通じ合ってるっていうことを意識してで過ごす。だから意見が食い違ってるとか、趣味が違ってるとか、やり方が違ってるっていうところを見ずに、真のところでは分かり合ってるよねっていう風なところを見るといいんじゃないのっていうことですね。だから感情的な争いですか、感情が邪魔してるっていうこともあるから、冷静に真のところではつながってるしねっていう風にするといいんじゃないかなと思いますね。そしてそうそう、九州は12月に案件があったんだけど、1月は打って変わって楽しくなるよ。産後がつくし、おしゃべり基地だし、飲食店基地だし、食べたりおしゃべりしたり、ランチ会開いたり、そういうの楽しいと思います。っていうか楽しくなります。自分がイベントを開催して人を楽しませるっていうのもいいと思いますね。で、九死の人はビシッとして隙がない
ないっていう感じがあるんだけど、1月は抜け感出して可愛くするのがいいのね。九州の人って割とハードスタイルっていうの、ファッションが革ジャンとかさ、革ジャンって言わないかな最近とかさ、なんかハードスタイルが好きなんだけど、抜け感出してちょっと可愛くした方がいいので、フレアスカート八拍ですけど、可愛いっていう意味でフレアスカート OK だし、まあどっちかっていうとギャザースカートの方が可愛い感じするかね。あれこそ太って見える人いるけどね。まあなんかちょっと可愛らしい風にした方が運気を取り込めるよっていう1月ですね。なんでちょっとおちょこちょいの九子さんとかいいんじゃないって感じですね。はい、九子って結構おちょこちょいなんだけどさ、隠すっていうかさ、恥ずかしがってさ出さないんだよね。なんかそれがまた可愛いんだけど、おちょこちょいの九子さん1月はバッチリですよって感じですね。まとめますと、1つ目、女同士注意、女同士母娘がいる人注意っていうことになります。2番目、楽しむ、楽しませるっていうことですね。食べたりおしゃべりしたりして、で楽しませるのもいい。そして3番目抜けた感じで可愛くねっていうのが全体のまとめっていうことですね。はい、九子が可愛かったらね最強だもんね。頭いいし可愛いし怖くないみたいな。九子ちょっと怖いじゃんたまに。であんまり怖くしない方がいいかなっていう感じですね。はい、続いて2番目ラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはピンクオパールというのを選んでみました。ミルキーっぽいピンクの石がいいなと思ってピンクオパールにしたんだけど、透明感があるやつよりもミルキーな感じがいいなって思いました。可愛らしいっていうか、そういう感じ。ピンクオパールおすすめになります。そしてラッキープレイスはファミレスです。ファミレスもさ、レストランとしてちょっと抜けてる感じじゃん。力が抜けてる感じ。高級レストランとかじゃなくて来やすく行けるファミリーレストラン、そういうところがラッキープレイスになります。そしてラッキーフードはマカロンです。挟んであるスイーツっていうことでね、マカロンの色が選べるならピンクがいいです。ピンクオレンジがいいです。はい、そして3番目開運ワークは力を抜くところ10個書き出しになります。九子持ってる人と六白持ってる人、力抜いてくださいって思う時あるんだけど、私もねマッサージ行くとね、肩の力抜いてって言われるんだけど、抜いてなかったとか思うんだけど、力入るんですこうやって結構ね。なんで九子もそうなんです。でね、九子は特にねこだわりが強いっていう、そこにこだわりが強いっていう力が入って出たりするんですね。でも思い込んじゃってて、そのこだわりに、だけど違う、これ私の単なるこだわりだったっていう風に気づいて、少し力を抜いてほしいんですね。力を抜くの10個書き出してほしいです。1月に向けてキリキリ前に頑張ってたわみたいなの気づいてほしいんですね。力抜くっていうことですね。もっと頑張んなきゃ、もっと頑張んなきゃって思ってるんですよ結構ね。もしくはそのやりたいんですね、そういう風に。まあやってもいいけど、でも肩の力入ってますので、もしくはこだわっててよそが見えてないっていうことがありますから、ぜひね力抜こうっていうことを10個書き出して、1月は可愛らしく抜け感で過ごすといいよっていうことですね。そして4番星の特徴はサングラスですね。九子はメガネとかサングラス、目を担当していますので、だからかっこいいよね九子の人、サングラスかけるとメガネも似合うかな。ファッションとしてもいいですし、特徴としてメガネのおしゃれとか、たくさんサングラス持ってるとかメガネ持ってるとかいいし、最大吉報九子の人もメガネコレクション、サングラスコレクションおすすめですね。私も結構メガネとかサングラス好きなんですけどね、たくさんあるもんね今メガネ屋さんね。はい、ということで、4番の特徴はサングラスを取り上げてみました。年間のね予定をこれから考えて、来年やる講座を精査していくんですけども、毎年名前の講座
口座と駅の口座と仮想か仮想の講座、これは3日間やる講座なんですね。2月ぐらいの間に3日間で完結する講座を毎年やるんですけども、それの予定とか決めて公式 LINE でいつもご案内しますので、ぜひ公式 LINE にご登録いただきたいんですけども、公式 LINE 7大プレゼントっていうのがあって、で誰とでも仲良くなれる魔法の相性術とかね、初心者向け気学の基本の話とかね、本当の干支とは60種類の十二支とかね、毎月の開運デート方位はこれは限定で配信するし、あと毎日のラッキーフードをラッキーカラー送らせてもらってるので、これでみんな毎日のラッキーカラーを身にまとって運気アップしてる方結構いるんですけど、今日も私ね白と黒がラッキーカラーなんで今日黒着てるんでですけど、そういう風にね公式 LINE が7台プレゼントもらえるし、私の講座の情報も送るし、毎朝キッポイからこんな感じっていうのを送ってるんで、ぜひご登録ください。無料登録です。概要欄から登録できるのでお得だと思います。はい、ほぼ毎日私から朝 LINE が行っちゃうけど言っちゃうけどさそんなに嫌なこと書かないからぜひよかったらね、ありがとうございます。